こんにちは、マタイです。今回はイブとスイパラのコラボのお話をしていこうと思います。頑張って通って全メニューコンプリートしましたので、その模様をお伝えしていきます。入り口はこんな感じになっております。もうここだけでもうテンションが上がりますよね。まずここの並んでいるところで、メニューを頼むことになります。追加はできるんですけれども、ドリンクしか追加ができなくて、もう時間も決まっているので、なるべくこの時点で注文するようにしましょう。こちらがハリネコのサラダです。コラボのコースですとサラダを取ることができないんですね。サラダ置いてはあるんですけれども、ちょっと対象外になってしまうので、もうサラダ系が欲しい方はハリネコのサラダを注文することをお勧めします。しかもですね、サーモンが乗っかっているんです。特典が高い。でこちらがコーヒーとケーキです。そう、そのままです。酸味が強いのが苦手なんですけれども、こちらは酸味が強くないので私は飲みやすかったです。永遠の恵みブルーレモネードです。もうこれは本当にすっごく酸っぱかったです。レモンの酸味がお好きな方はもうぜひぜひ試してみてください。無個性たちのゼリーソーダです。もうこれは食べ応えがある甘いゼリーがいっぱい入っていました。割とこれだけでお腹が膨れる。飲み込める夜バタフライピーティーです。これは最初なんだか不思議なお味だなと思っていたんですけれども、なんとガムシロップがついていたんですね。私ガムシロップがその時ついていなかったので普通に飲んでしまいました。入れると色が変わります。入れてもやっぱりちょっと不思議なお味でした。ランダムホットドリンクです。これは絵柄は全部で10種類あります。コースターを回収したいという方には私はこのメニューをおすすめしております。カフェオレかココアを選ぶことができます。赤い服の女3種のベリーティー。もうこれは本当にベリーでした。単純に私が果物が苦手なだけなので、もうフルーツ大好きな人はおすすめです。心配カレーがもう思ったよりも辛かったです。私は辛いの結構好きなので全然美味しかったんですけれども、本当に思ったよりも辛いので、辛いものが苦手な方はご注意ください。この乗っている唐揚げがもう結構サクサクしていて、もう美味しかったです。寡黙な視線フォンダンショコラです。フォンダンショコラとバニラアイスですよ。もう絶対に外れるはずがないんですよ。あと並んでいるスイーツ、自由に取っていいスイーツの中にフォンダンショコラってないんですよ。なかったはず。ないんです。なのでフォンダンショコラっぽいものってなったらチョコケーキとかになってしまうので、フォンダンショコラはおすすめです。青い人形のヘアパスタ、最後の絵の具玉。そう、あの緊迫感のあるあのシーンですよ。後ろ姿だからよくわからないですけど、もうギャリーさんこの時どんだけドキドキしてたんだって話ですよね。思ったよりも甘めな味付けの和風パスタでした。キノコがいっぱい入っていて嬉しかったです。あと青い人形もたくさんいて嬉しかったです。イブのベリーパフェはもう一回行くとしたらまた食べたいメニューの一つです。もう中に入っているものの組み合わせが最高なんですよ。もう美味しくて、もういちごとかちょっとあんまりちょっと好きじゃないんですけど、もうこれは組み合わせが最高でまた食べたいです。エアリーのスケッチブックプレートです。もうお皿が黒い時点で嬉しいんですよ。スケッチブックだと思って何を書こうかなと楽しみにしていて、このスケッチブックプレートを最後に食べたんですけど、そうするとあのチョコペンが硬すぎて全然出なかったんですね。なので早めに書いた方がいいかもしれないです。おいでよイブって書きたかったんですけど、もうおが限界でした。でこちらはせっかくなので3人並べてみました。店内もさらっとご紹介します。こんな感じで作品たちが周りにいますね。世界観に入り込みたいと思うのでちょっと黙ってます。
で、コラボのメニューを1品頼むと1枚コースターがもらえるんですね。で、コースターが今、あ、見えちゃった。あの、みんなと一緒に見ようと思って本当は見てなかったんですけど、見えちゃった見えちゃってる。やだ、爪が甘い、爪が甘かった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、失敗だ失敗だ。何事もなかったこの世にやるぞ。で、そうで、私今こんな感じなんですね。そう、デッキです。で、ちょっとふえってなってるところは誤って水をかけてしまったところです。大変後悔しています。これが全部で10種類なんですね。あの、出なかったらまた行きます。1枚目がちょっと見ちゃったけどね、ちょっと見ちゃったけどね、さっきね。はい、あ、出た。このイブちゃんめちゃくちゃ可愛い。オムライスはいどうぞなんて言ってくれるんですよ。そんなのいくら払えばね、やってくれるんですか。いくらでも払えますよ。で、次が、はい、あ、メアリー。メアリーもちょっといくら払えばやってくれるの。これ1万円。やだ、私この時点でもう2万円も使っているのね。危ないわ。で、次が、はい、あ、イブちゃん。このイブちゃんも大好きです。え、この状態で注文取りに来てくれるの。通うよ。え、もう来てほしい。注文取りにいつでも来て。で、次が、はい、あ、メアリー。もうこのメアリーもめちゃくちゃ無邪気で可愛くて大好きなんですよ。よかった。できれば2枚ぐらい欲しいです。これは1枚ずつあればいいんだけれども、欲深いから2枚欲しいの。で、次が、はい、あ、ギャリーさん。もうこのギャリーさん素敵すぎやしませんか。大丈夫大丈夫、ギャリーさん。私の中でギャリーさんって初恋ハンターなんですよ。え、絶対そう、絶対そう、絶対初恋ハンターだから、あの、初恋を奪われたっていう、ギャリーさんに初恋を奪われたって人はコメント残してください。じゃないともたえが嘘つきになっちゃいます。いや、絶対に初恋ハンターだよ、あの感じは。で、はい、は、初恋ハンターに来てくれるの。セカンドラブも私がもらいます。ギャリーファンの皆様ごめんなさい。違うの、それだけギャリーさんが魅力的だって話なだけなの。で、次が、はい、あ、もう一枚欲しいって言ってたやつだ。嬉しい。もういいよ、何枚でも来て、マジで本当に。ただ全部はコンプリートしたい。で、次が、はい、あ、ハリネコ。ハリネコありがとう。今回ね、もう本当に君しかね、君がいないとサラダを食べられなかったからね、私はとても感謝している。はい、あ、ハリネコだ。よかった。もう本当にありがとう。本当にありがとう。嬉しいよ。で、次が、はい、あ、青い人形。もう今回青い人形のデザイン好きで、もう一番好きなのはポストカードの時なんですけど、もう本当に素晴らしい。で、はい、あ、もう見てこのモテを。だってこのさ、グラスの傾け方とこの流し目見てごらんよ。絶対にモテるよ。え、無自覚にモテてると思う、こういう人って。で、次が、あ、注文取りに来てねのイブちゃんだ。もう本当に注文取りに来て、いつでもいいよ。で、あ、え、ギャリーさんめっちゃ来てくれんじゃん、ありがとう。あ、無個性さん、無個性さんもデザイン大好きなんですよ。ただ今回無個性さんは、あの、これだけなんです。あの、黄色い無個性さんだけなんです。今回パネルはあるんですけど、あの、コースターはこの子だけなんです。で、はい、次が、あ、え、両思いじゃん私たち。いや、でもそうなるとギャリーさんも3枚目だな。余計なことは言わないでおこう。で、最後が、はい、あ、姉さんだ。え、待って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 、全部コンプリートした。10種類コンプリートできました。よかった、嬉しい。最近起きた中で私は一番これが嬉しいです。でもまたどうせ行く予定があるので、あの、私のデッキがまた組まれるだけなんですけど、幸せ。グッズを2000円以上買うとポストカードがついてくるんですね。で、またはちょっと、あの3枚しか持ってないんですけれども、今回の私の、あの、一番欲しい柄が青い人形なんですね。青い人形がもう背景のデザインからしてもめちゃくちゃいいんですよ。なので、青い人形を目指して 10種類あるのに3枚しかないんですけど、見ないで楽しみにしていたので皆さんと一緒に見ていこうと思います。まず1枚目、あ、姉さん。あ、私姉さんって言っちゃうんですよ。姉さんって言っちゃうんですけど、赤い服の女ですね。いや、正直ね、今回ね、ハズレとかないんですよ。もうどれも当たり、もうどれも素敵だから、もう本当に言えることは被らないでほしい、それだけです。次が、あ、やった、青い人形だ。ほらほら、いいでしょ。
ほら、この紫とピンクの色使い。ハンバーガーを一生懸命持ってる感じで可愛いんですよ。やったー、一番欲しかったのが来た。これもコンプリートしようとか言ってたらどうしよう、ちょっと欲深いかな。で、次が最後です。メアリーだ、メアリーだ、よかった。このメアリーはめちゃくちゃ可愛いんですよ。よかった、3人のうちのイブかギャリーかメアリーは1枚でもあればいいかなとか思ってたので、よかったです、メアリーが来てくれて。両思いだね、私たち。次が買った商品のご紹介なんですけれども、わかりますでしょうか、イブちゃんを買ったつもりで買っていませんでした。とても欲しいです。多分また行くことになります。今回これランダムじゃないんですよ。あ、ランダムのやつもあるんですけど、このちょっと大きめなのはランダムじゃなくて普通に選べば買えるので、めちゃくちゃ絵も可愛いので。イブちゃん、次はちゃんとこれは全部買えました。3種類全部買えました。次のはですね、これですよ、これ。このあ、びっくりした、もういきなりね、アルファベットが羅列してると私口が固まっちゃうの。でもめちゃくちゃ見たことある文字だった。イブスイートパラダイスだった。で、チェンジング缶バッジですね。何がチェンジングかっていうと、ほらほら、めちゃくちゃ楽しい遊びができるの。しかもこれなんか安かったんですよ、770円とかそれぐらいで。違ってたらごめんなさい、でも本当に安いです。ほら、ずっと遊べるよこれで。これを買った人は多分みんなやってる、やってない人はやってください。今回一番おすすめなのがね、トートバッグなんですよ。トートバッグちょっと一回消えますね私。ほら、わー素敵。しかもこのトートバッグ2000円しないんですよ。2000円せずにこんなトートバッグが手に入るんですよ。お買い得というか大丈夫っていうぐらいです。個人的には2200円ぐらいするのかなと思ったら、あれ2000円切ってると思って。でもこれ本当にもう一個欲しいんですよ。私もう一個欲しくて、今なんか手が2個になってた、欲望が出てる。その2個欲しいんだけれども売り切れてて、でちなみに売り切れの情報ってスイパラさんのツイッターのアカウントで載っているので、それを見てから行った方が心の傷が少ないです。でもこのデザインだったらもう私黒があっても全然買うんですよ。黒も全然いいと思います。素敵だって。結構作品たちがバランスよく配置されてるので結構おしゃれなんですよ。しかも安い。だってこういう系のトートバッグで2000円切ることってあんまりないじゃないですか。でもオタクの言う、オタクとロリータが言うお買い得は罠なんで、あんまり信用しない方がいいですけど、今回は本当にお買い得だと思ってます。今回は信用して、今回は信用してください。私が失敗してしまったのが、グラスジュエリーが10月の後半から販売されるんですね。それがまさかのお一人様1個までだったんですよ。そうなんで、1回いても3つ一気に買うとかできなくて、1回いたらどれか1個なんですよ。で、私3つ買うかそれか2つか1つかとりあえず迷ってはいるんですけど、私もコンプして3回は行ったんですけど、あれグラスジュエリー欲しい、全部欲しいんだったらプラスまた3回、プラスまた3回行かなくちゃいけなくて、でしかも結構短いんですよ期間が、間に合わないと思って、まあ、オンラインやってくださるんだったらまだ望みがあるんですけど、ちょっとわからないので、もしかしたらね27日以降も通うかもしれません。ちょっとね急ぎすぎました。ちょっと早く行きたい早く行きたいと思っちゃって急ぎすぎちゃいました。私いつも原宿店の方に行ってるんですけど、もう原宿店はもう場所柄的にもすごく人気なので、イブだけじゃなくて普通にスイパラ目当ての方も行くから、平日の昼間に行っても結構混んでるんですよ。なので予約なしで行った人が、ちょっと今予約なしの方だと1時間半後に来てくださいって言われてて、もう行ったのに入れないとかもう悲しいじゃないですか。行く日にちと時間が決まってる人は予約をした方がもう私的にはおすすめです。あと、もう行くために私がすごく楽しみにしてるのが、皆さんがメッセージとか書いて貼るところがあるんですね。あそこです。もう行くたびに更新されているので、もう毎回そこも楽しみにしています。スイパラにぬいも一緒に連れて行きました。これは、楽天くじのものですね。本当に何度引いたことやら。で、我が家のメアリーちゃんね、こうなっちゃうんですよ。でもそんなところも可愛いの。ちょっとだけね頭もね縦長なの。でもそんなところも可愛いの。
そう、ヌイのご紹介もね、なんか次にちょっとあんまりこの動画長くしてしまうと皆さん慣れてしまうかなと思ったので、ただのイブ語りの動画も作ろうかなと思ってるので、その時にヌイも参戦させようと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。